すみません、注文いいですか？あまりノースメイヤの言葉話せないんです。コーヒーとハーブティー一つずつ。ありがとうございます。ヴァルシノワ城セレモニー、それを見に来たのかな。あ、九条さん、お待たせしました。変えた。どうにかガイドブック通りに喋ったら通じました。はい、コーヒーです。ありがとう。ノースメイヤで見たいものがあるって言ってましたけど、あのポスターにあるセレモニーのことですか？ヴァルシノは盛大祝典？違うよ、オーロラを見に来たんだ。オーロラ、私も見てみたいです。じゃあ今回はレッスンや勉強じゃなくて観光旅行なんですね。九条さんと二人で旅行できるなんてすごく嬉しいです。キッチンがあったら手料理作りますね。オーロラが好き？好きです。どうして？綺麗だけどすぐに消えてしまってあまり見られないものだから。そうか。九条さん、昔からゼロが見たがっていたんだ。僕も見てみたくなってね。大丈夫ですか？この前から元気がありませんけど。昇進旅行なんですか？そうなのかも。誰かに振られたんですか？
女性関係ではないけれど。任せてください。オーロラを見て、旅行を満喫して、いっぱい楽しんで、九条さんを元気にさせます。私もアイドルの卵ですから。ありがとう。綺麗だけれど、すぐに消えてしまうもの。そう知りながら永遠を。